おー、いいね。並ぶといいね。めっちゃ気持ちいいやつ。おー、いいね。不動のセンターはなんか有機な感じもあるけど、確かに、うん、1曲だけでいいかなって。じゃあさ、あのゼロあんまり声出してさ煽ったりしないじゃん、うん、しないね、うん、じゃあセンター、じゃあ俺から条件、うん、でセンターに行ってギター弾くなら、うん、なんかそういうちょっと煽りの曲で、うん、ゼロがガンガン煽ってみてる。ああそれはいいんだね。いいよ。そしたら俺もセンターで煽ってくれてるから、うんうん、あの任せられるかも、ね、あ本当、うん、俺は袖でメロディーを歌うからさ。わかった、うん、じゃあそれはやるわ。そっか。やったね。ゴリさん、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 おはよう、おはよう、ゴリさん、おはよう、おはよう。ちょっとそんな、いやいや、まあ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 、まあ、こないだですね、あのおかんを、またおかん、まあ、おかんをおかん大好きだ。おかん、おかん、おかんってもう、まあ、ちょっとプレゼントをね、まあ、できるうちにやっぱ親孝行しといた方がいいかな。そう、まあ、それはわかる、それはわかる、わかる。まあ、プレゼントをね、なんか写真をさ、俺のなんかライブの写真とかだけなんかプレゼントしたいなと思ってて、で、なんかこれを俺がちょっとドラムを叩きながらそのマジックをマジでできるの、そんなやって、それをえ、マジでできるでしょ。そんな簡単に仕込んで、簡単え、だってこうやって叩きながらさ、首押したらさ、そう、やべえ、叩けない、うん、多分それがマジックなんですよ。スニアにこう、いくそれがマジックなんですよ。それを、なんか、プレゼントできたらなと、どう、うん、何、走ってきたスポーティーだ。なんかみんな、いい顔してるね。え、いい顔してるよ。あれ髪今日なんか色めっちゃ入ってる。息入れたパンかな。メガネとはつって可愛い。あ、わかる、うん、そう、こうちょっと色合わせてる、うん、俺この間さ、手紙もらったじゃん。あ、うん、で、変わった、変わったでしょ。すごく良くなってない？もう良くはなってる、すごく良くなってるでしょ、うん、だからやっぱり、あの、人ってさ、褒められるとさ伸びる、伸びるというか、まあ、調子に乗るというかさ、まあ、悪く言えば、まあ、悪く言えば伸びるよね、うん、その経験を生かしてみんなちょっとお互いのことをもっともっと褒めようぜと思って。はははあんま褒めすぎるとなんか薄くなっちゃうというか、なんないの、お前褒められるからっていう。なんなん、めっちゃいいじゃん一郎、今日帽子前かぶりじゃん。嬉しいだろ。だろって。やばいな、今日の雪強引やな。まあ褒め、たまに褒められるといいねっていう。褒められたいんじゃん。毎日は違う。毎日は違う。肉体、肉体。白い。髪切ってからさ、なんか爽やかになって、爽やかイケメンになって、うん、元からだろ。肩出してる方が好きか、
だろ、うん、そういうこと、俺すごい嬉しいの。嬉しいけどね、まあ、でも褒められて悪い気にはなんないよね、誰も。なんないでしょ。もう一回じゃあ、褒めや、褒めよ。もう一回逆、逆行くんじゃなくて、じゃあイチローはゼロ。ね、ほんと、鼻が綺麗だよ。ああ、出れんじゃねえか。これ無整形ですから、これプライスレスですよ、これは。マジで今の出れんがさ、俺の一番顔で、俺が一番自分の顔で好きなとこ、鼻が。キー君の鼻も綺麗なんだぞ。ありがとう。他、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 他がいい。他、他、他か、他か。悩んじゃん。そうそう。正直、俺もね、辛い時ある。辛い時あるかもしれんけど、なんかそれをちゃんと有言実行で、やろうとする精神が、うん、マジで男。ああ。気分が良くなってきた。気分が良くなっちゃったから。うん。だからその気分のまま、ちょっと一郎。一郎ね、一郎はね、本当にね、ドラムが上手くなった、まず。まあね、なったね、うん、そう。あとね、その、いろいろね、その目立たないとこだけど、バンドのことをいろいろやってんだよね。多分、イチローのやってることって、ファンの子たちから見えないとこなんだよね。俺たちだったらさ、曲作ってさ、これできましたとか言ったらさ、それが形になるけどさ、イチローは、そういうとこじゃないとこで、ちゃんとバンドを動かしてる。いってますか。やってるんですよ、うん、そこはね、俺は絶対できないから、うん、嬉しいだろ、褒められる。で、みんな一郎のこと褒めてやってくださいね、これから。すごい、この顔がさ、うん、でも、いつもね、いつもありがとうね。なるほど、うん、気持ちいいだろ。はい、気持ちいいっすね。さっきの全然違うぞ。カットしてください、さっきの全然違うぞ。爽やかイケメンって。うん。だろ。肩出してる方が好きか。だろ。うん、でも褒められて悪い気にはなんないよね、誰も。ならないでしょ。ね。だから言ったでしょ。みんなだから褒め合っていこうよ。